ゆなです。えこです。ゆめかです。アイリアです。ヌーラです。ピンク、ラテ、B、始まるよ。はい、今日は卒業報告です。イエーイ。ということなんですよ。いや、みんなね、予想はね、つくかと思うんですけど、今から報告を聞きたいと思います。報告聞きたいと思います。4月の30日かっこ金を持って原田姫から卒業します。イエーイ。盛り上がりがね、少ない。ということです。じゃあ卒業エピソードでゆめかにされた優しいことをちょっと好感度上げたこと、そう最後にもろもろですね。もろもろですね。いつも優しいですか？あ、まあはい、そういうことですね。ゆめかにされた優しいことあります？いっぱい話しかけてます。ゆめかにされた優しいこと、見えないところで結構なんかリードしてくれたりとか気を使ってくれるところです。いいこと言ってくれましたね。ゆめかにされた優しいこと、お弁当中よくわかんない謎の行動をすること。ああ、ボケてますね。ボケてるってことですね。ボケてるってことです。じゃあゆめかがされた優しいこと。挨拶を返してくれるってこと。みんなだった。みんなだったね。じゃあゆなちゃんにさっき頼まれてないのにお箸をそっと渡してました。いい子だなって思いました。えこちゃんは足をなでなでしても怒りませんでした。ゆなちゃんはカラコンの装着液とか爪美容液とかゆめかがちょっと気にしてることを話すとくれますというの。普通にくれました。なんか貢いでみたいな。そうそうそう、貢いでなんかめっちゃ二枚爪なんだよねって言ったら次の撮影で爪美容液くれたり、普通にめっちゃ嬉しかったです。あ、全然使ってるし、毎日のように使ってんの。はい、ありがとうございます。アリアはすごいおごってくれます。ご飯。貢いでる。お菓子とか。そうそう、ケバブとか。あんま覚えてない。ケバブとかね、なんかおごってくれるんだよ、あれはすごい。だからね、返すんだよ、なんかじゃあ次はこれねって言って、次遊んだ時におごったりすると、またねこう倍とかする。なんか。ちょっと遊んだり何かに付き合ってあげたりしたらお世話になってからって言ってなんか買ってくれたりとかするんですね。だからゆめかもなんか買ってあげようと思って買ってあげると、そのゆめかが買ってあげたイヤリングとかを半分出してくれるんですよね。見ついてくれる。めっちゃ昔だな。うん、昔の話ね。パッと思いついたこと話してるから、そういうことですね。何の話してたんだっけ、うちらには。卒業報告。卒業報告。4月30日にね、卒業式の様子も放送されるので見てください。見てください。実は私からも報告あります。やだー、なんかもう嫌な予感。私も卒業します。絶対しない。嘘つけ。なんで？私も4月30日をもってゆめかちゃんと同じく卒業いたします。顔似てるから。一緒みたいな感じ。理由は？理由はエコの今の状態だったら、これから高校生になるのとかも含めてしっかり勉強をしてたりとか、中途半端な状態でモデル業をやることは難しいかなと思ったので、今回は学業に専念させていただきます。ドッキリ卒業。ドッキリ卒業だ。一回それもさ、ドッキリされてる。そうなんだよね。私ドッキリ恐怖症なんだけど、絶対やだ。なんかちょっとさ、いつもと違うことあったらドッキリだと思っちゃうよね。まだドッキリだと思ってるからね。本当だよ。本当に？ドッキリだと思ってるよね。ドッキリ。嘘でしょ。ドッキリだと思う。ドッキリだと思う人。私本当に信じてもらってないじゃん。本当に？本当に。ドッキリじゃない。ドッキリじゃない。ドッキリじゃないよ。本当？本当。どういうこと？待って、どういうこと？二人一軒にやめるってこと？そう。ゆめかとえこが4月の30日の金曜日で一緒に卒業式。そうそうそう。一緒に卒業。ドッキリじゃなくて？これがうちさ、今喋らないのでネタバラシ待ってるからね。こっちも今ネタバラシ待ってる。まだかなっていう目線をしないで。てないよ、そんなの。全然ないわ。状況が理解できていないっていう。どういうこと？え、どういうこと？え、ガチやめ？同年代だよ。え、こっちゃじゃあ以降の優しいエピソードやろう。ちょっと卒業が今受け入れられないから、ちょっと心の準備も1年前から始めてるからいいけどさ、今ひめかの卒業報告でひめかが卒業するからみんなで優しいエピソード喋ったから、次エコも卒業するからエコの優しいエピソードやろう。お願いします。好きなアイドルと気が合うね。優しいのそれ。気持ちの問題だね。気持ちの問題。じゃあ次、ニコプチの時から優しくて、一緒にいると落ち着く。うおー、めっちゃいいこと言われたじゃん。で次はコスメとかそういうおしゃれなことについての知識がすごいから、聞いたら教えてくれるし、なんかおすすめのコスメとか教えてくれるってすごい。すごい優しいですみたいな。じゃあひめか朝まで撮影に行っちゃったことがあった。しかもそれ3人、ここ3人で出かけてて、だから上着を貸してくれました。なんか2個あったんで。じゃあエコちゃん次に優しいエピソードもう一回みんなの。ゆうかちゃんもごめん、そうゆうかも2個言ったから。レイラはずっと真面目に話を聞いてくれたりするところが優しいと思います。そうそうそう、なんかもう代名詞はいい子みたいな、本当にもういい子っていう感じ。レイラっていう。そう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 。アリアちゃんは LINE の返信が早くなった。あとゆなちゃんは撮影でエコと2人で撮った時とか、エコは喋んなかったら進めてくれるところ、ゆいかちゃんは歌ってくれるところ。軽いな。エカちゃんも歌ってるから紅白とか。はい、優しいエピソード。そんな感じです。はい、優しいですみんな。4月30日かっこ金曜をもって田辺姫香と石山エコ卒業します。え、ここでなんかラッキーでしたみたいなそういうのない？ないです。大丈夫？うん。じゃあ卒業します。2人で。すごい待ってんだけどずっと。でも挨拶して「もし」って始めて何も言わなかったらもう受け入れるしかない。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。え、ガチ？え、でもゆいかなんか寂しくない、一人で卒業でエコちんとが。なんか楽しい。